さあこちらですね、シャーズナブルが映っておりまして、キャラクターメイキングシートナンバー1から45と書いてあって、これはね雑誌の付録やんな、雑誌の付録でアンケート取って、で1位から45位までの人の設定資料がついてるんですよ。はい、めくってみましょう。まあこれは時代を透かがみやな。まずは1ページ目が、見ての通り、シャーズナブルでございますね。はい、これシャー対サト、タイになってんなシャータイになってんのね。専用ヘルメット、裏がね、なんと、突然ですけどね、キャプテンハーロック。これはアニメ版やな。松本零士先生の絵じゃなくて、アニメ版のキャプテンハーロック。ね。はい、次が、なんと、アムロ・レイ。レイが漢字になってる。まあこんなに笑ったアムロは見ることないやろうけどな。はい、ということで次行きましょう。ほっ、次来ました、島村ジョーですね自分で言うたったサイボーグ009やん、島村ジョーね。すごいよね、小さい頃思ってんけど、このサイボーグ009って一人が一つ特徴を持ってんねんな。身体的能力持ってて。島村ジョーは加速装置やな。加速するだけ。スピードが人の何倍ものスピードになるだけで、それで戦っていけるっていうのはすごいなと思ったことがあるわ。これ。で、次が、セイラさんやな。カリって書いてあるんですけど。セイラマス。これ安彦先生の絵やな。な、次行きましょう。じゃん、来ました、ランキングや だけやからかもしれませんね、これは誰やったっけ、そうそう、古代進むや、はい、表情集だけ、はい、これな、次びっくりすんで来ました、ルパン三世でございます。はい、これはテレビ版やな、うん、な、今ごめんごめん、今のあれやな、子供たち違って昭和の子供たちはこれ見て嬉しかったんやと、この絵がこういう設定資料が自分の手元にあるっていうことが嬉しかったんやろな。これはコナン、未来少年コナンやな。あ、次バーン、誰やねんってこれはね、後で答えが出るわ。次来ました、クラリスやな、うん、原画用仮キャラクタークラリス。次来ました、ジョーはジョーでも、矢吹ジョーやな。な、この髪の毛は黒い時と白い時があんねんな、ジョーは。かっこええやん。若い頃ってあんまこういう劇があったの好きじゃなかったんけどな、大人になってからかな、これも悪くないよなと思うねん。というのがね、僕ね、初めてね、漫画やったな、漫画やと思うねんけど、初めて見た漫画の
劇画ってね、愛と誠やったかな、愛と誠かなんかを初めて見て、すごかったな。初めて見たから、そうやって。うん。で、なんか、劇画ってすごいなって思うな。こう。うん、矢吹城。次が。これは海のトリトンやな。うん、な、オリファルコンの剣。な、すごかったな、最終回もな。海のトリトン。次が、未来少年コナン出てきます。ラナーでございます。ここはスッと流しとこう。スッと流しとこう。これ次はこれ、響きやな。うん、勇者ライディーンやな。うん、アキラ。ライディーン。いつも思うんだけど、ライディーンであれ、フェードインした後のオートバイも一緒にどっかに回収されんねやろかな、あれ、いつも。毎回崖から飛んで、オートバイ乗りしてんねんけど。で、フラウボーでございます。ね。フラウボーこんな笑ったりしないけどな。次。来ました。マチルダさんやな。な。この当時やな、マチルダさんが、後年やで、後年、アンパンマンやると夢にも思えへんかったよね。うん。ショムニカなんかも出とったな、そういうドラマ。もうエネに流れるけど、次。メーテルでございます、これ。ね、これ。帽子の質感。ハイライト。髪の毛も極力柔らかくて書いてるんで。劇場用やって。目のアップ、注意事項。この部分、やや太め。ね、とか色変えたらめっちゃ細かいな。こっち参考図。特別な時以外大口の叫びはやめてくださいって書いてある。あ、小松崎さん先生やな。見えてる。だいたい時代がわかるでしょこれで。これは森行きやろ。これあのね、昭和生まれのね、森行きはみんなこれやで。昭和生まれの森行きはみんなこれやね。うん、これ。この顔やね。次が鉄郎。これは劇場版やな。うん、ね、じゃーん。サーシャ、宇宙戦艦ヤマトか、うん、な、うん、ちょっとぽっちゃりするな、うん、これはマルコポーロちゃうの。確かそうやで、マルコポーロかな、ね、な、すごいな、これも等身大がちゃんと書いてもんな。1,2,3,4,5,6 等身な。いきましょう。じゃーん、ギャリソン時田。大胆すぎちゃうのな。すごいな、設定あるんやみたいな。次はスレッカーさんやな。これはわかるな、なんか好かれるなんかキャラクターっていうの。指輪してんねや、スレッカーさん。ほら、人差し指に。シルベスタスタロン風って書いてあるんだよ。いいな。横から見んのって、まあ、あんまりないんちゃう。スレッカーさん横から見んのって。次、開始連な。これは見張るの時やな。見張る言った時の座ってるとこやな。次が来ました。あ、クイーンエメラルダス劇場版。
ついていきましょうか。すごいねんな、雨が今日は一日ずーっとこんなんやねん。タジョン・シルバー、誰やったかな、このさキャラクターは。これあの人の絵やねんけどな、ちょっと名前が出てけへんわな。足がないねんな。次004、すごいな、ベスト45に入ってくるんやな。立ってるだけのポーズな、そうよな、あの武器とかそういうのがないとこが。次はブライトさんやな。これは設定外やな。笑ってるブライトさんも見ないよな。カリって書いてあるけど。次龍崎、誰やったかな、何の人やったか思い出されへんな。最近もう初めて見ただけやったら。次お、これはあの人ちゃうの。ああ思い出されへんわ。これも野球教の歌やんな、うん、メッツって書いてるから。あの人やな、映画になった人やね、映画の人やね。誰やったっけ、思い出せんな。いつもお酒ばかり飲んでる人や、うん、な。次来ました星ヒューマン、巨人の星や。すっごい眉毛やなこれ。なんだすごいな、もう若いのにもういきなりサングラスしてんね。なんかユキコスモやな、イデオンの。髪の毛の量がすごいよな、うん、富野由悠季さんのサイン入り。でこれは誰やったかな、これジョニー、ジョミー14歳。あとで見ね、あの最後に乗ってたはずやん、ね、確か。こんなんね、あの買うときってね、あの中見といた方がええで。たまにね、色塗ってたりとかね、色塗ってあの塗り絵帳になってたりとか落書きしてるときあんねんな。これはあれ、あのえって24時間テレビでやったアニメな、テラ絵かなんかやったかな、地球絵って書いて、うん、24時間テレビでやってたの。これはイデオンの人やな、富野さんのサイン入ってるな。これは誰や、あー誰やったっけ、思い出せんわ。これもイデオンで出てくる人やろ、うん、な。富野さんのあれでサインこれやで、ちなみに。あちゃうわ、友則や、ごめん小川さんや、小川さん、ごめんごめん。な、最後、イディオン結構来るな。友則やな、ごめんごめん。小川さんやったよな。ベルサイユのバラ。な、すごいな、これ。荒木プロダクションって書いてある。次。来ました、サイボーグ009003やん。確かね、フランソワっていう名前ねフランソワ。なんかあのこの頃ってこういうあの手塚治虫先生風の顔やねんけど、年々あれやな、あの西暦が進むに従ってなんかあの普通の女の人の顔になっていってるよね、フランソワ、うん。な、最初はちょっとどっちかといえばちょっと女の子って感じやったのにやで。次すごいな、南部と加藤やったもん勝ちやな、こう。次誰、これ誰やったっけ、山本
もう大暴れやな、これ。なんか柵が。次、もう終わりやで、そろそろ。アーサー王子。これはあの人やな。あー、全然名前出てけへんわ、うん。コンバトラー V かなんかの人じゃん。確か。で、これ、最後。ダンガードエース。ダンガードエース、懐かしいな。で、これが書いてあるの、これ。1位がシャーズナブル。2250。2位がキャプテンハーロック。前、この辺、割愛させていただいて。さっきのこれやな。波乱万丈、大ターン3。マルコ・ポーロ。ギャリソン・トキタ。25位、さっきの里中くんのあれ。そうなんや。大人になった里中くんなんかな、うん、こう後ろ見てみましょう。メラルダス、ジョン・シルバー、アルベルト・ハインリヒ、日浦健也。そうやろ、やっぱほら。さっきの里中くんは何番やった？開始点の次か。ちょっと後でもう一回見てみようか。里中くん。さあさあ、日浦健也。そうそう。龍崎和夫、東証ダイモス。あったな、ダイモスあったわ。うん。ジョミー・マーキス・シン、テラエ。フランスワーズなんや。フランスワーズ思ってた、ずっと。うん、な、さっきの里中くん何番やったっけ。里中くんだけ見てみようか、もう一回。25位。開始での次やな。待ってや。あれ、ちょっと待ってや。開始点の次、これやろ、ほら。あ、次クイーンエメラルダスやんな。なんでやろな、ちょっと個人的にあの里中君見たかっただけやねんけど、これね、実は2冊あるんですよ。もう1冊ここにあるんですよ。で、1冊はね、まあ見たいっていう人がおったら、別に使ってもらって構わへんねんけどね。昔やったらこれ白い紙乗せて、こうなぞったりして、今の子はしないか